国民の生活が第一は2012年に結成、回答した日本の政党。略称は生活、LF。生活の党の実質的な前進である。2012年6月26日に衆議院で採決された社会保障税一体改革関連法案に反対し、民主党に離党届を提出中の衆議院。 議員37人及び同等を離党した参議院、議員12人、計49人により7月11日に結成された。主要3つの政策として、命と暮らしと地域再生をキーワードに消費税増税の廃止、原発ゼロ、地域が主役の社会を挙げていた。また、闘技拘束を否定している点が特徴だった。 第46回衆議院議員総選挙を目前と、する11月27日に、脱原発、半増税、半 TPP、地方文献勢力の結集を目的として、加田幸子氏が県知事が決闘した日本未来の党へ合流した。当名は、一般の人からも、透明案の候補が出され350を超える候補が、寄せられたが、代表に就任予定であった。 小沢一郎の判断で国民の生活が第一が提案され決定された。この国民の生活が第一は民主党が2007年の第21回参議院議員通常選挙及び2009年の第45回衆議院議員総選挙で使用したスローガンと同一である。2012年7月13日、英語名称を People's Life First 英語略称を LF に決定したと発表。また、7月17日、次期衆議院議員選挙の比例代表で用いる略称を生活とすることを中央選挙管理会に届け出た。民主党は2011年9月2日の野田内閣、発足後、党内対立を深めていた。2011年12月には、小沢に近い衆議院、議員9名が民主党を離党して新党絆を、 結成、小沢の別動隊、先方隊とみなされていた。決闘に先駆け、2012年7月4日に、院内会派として、衆議院では、国民の生活が第一、無所属の府、参議院では、国民の生活が第一を届け出たが、翌日の7月5日には、衆議院についても、国民の生活が第一に改めた。議会内での会派略称は、生活、 11日18時より決闘大会が県政記念館で開催され政党名が公表された。決闘時の所属議員は1年生議員が半数以上を占めており、衆議院は民主党、自由民主党に次ぐ第3党、参議院は民主、自民、公明党に次ぐ第4党であった。同年7月12日に新党絆と衆議院で統一会派を結成。 衆議院での会派名を国民の生活が第一絆とした。結成直後の7月中旬から8月中旬の世論調査での支持率は、読売新聞は1%、毎日新聞は2%、朝日新聞は1%であった。地方への広がり行に地方主張や地方議員を抱えていないが、タ祖拓タクや岩手県知事は、生活の決闘の趣旨に賛同すると、 記者会見で表明して、所属していた民主党を離党した。また、岩手県議会で民主党を離党した県議会議員10人も、生活の決闘の趣旨に賛同して、新会派、希望、未来フォーラムを2012年7月26日に結成している。この会派の規模は、民主、自民に次ぐ第3党である。また、千葉県議会の県議一人は、 同党の決闘に同調し、新会派、生活が第一を2012年7月20日に結成している。2012年8月1日には、栃木県議会で山岡県次衆議院議員の直系で民主党会派を離脱した県議二人が新会派、県民第一の会を結成した。8月のだが、近いうちの衆議院解散を明言した後、 絆との合併に急速に動く。10月以降、絆所属の渡辺義彦と三輪信明が同党を離党して、国民の生活が第一に入党。解散を翌日に控えた11月15日、絆は解党し、生活に合流した。日本未来の党の警府解散後の11月27日、当時滋賀県知事を務めていた、加田幸子が卒原発。 脱増税の政策を掲げる日本未来の党を結成した。同日、小沢も脱原発勢力の結集を目指して、これに合流することを決意、国民の生活が第一は、日本未来の党へ合流した。なお党そのものは、総選挙後まで存続しており、12月10日に、国民の生活が第一に残っていた、石田参次が総選挙に立候補せず、全議員の資格を失ったため、 第46回衆議院議員総選挙終了後の12月16日に政治資金規制法に基づく政党でなくなり回答した。12月18日には政治資金団体の国民生活会議が政治資金規制法に基づく政治資金団体になるべき団体としての指定の取り消しの届出を提出している。党に残っていた主派村参議院議員4人は 日本未来の党に合流した。その後、日本未来の党は小沢派と代表の加田との間で考え方の違いが生じ、加田側が同党を離党。代表も国民の生活が第一に所属していた森優子に交代して、生活の党へと透明変更した。その後、生活の党は、生活の党と山本太郎と仲間たち、自由党への改装を経て、二0十九年に、 国民民主党に合流した。ただし、小沢と同じく共同代表だった山本太郎は国民民主党には加わらず、令和新選組を結成した。2012年7月11日より、なお2012年12月10日に、党代表が小沢一郎から周浜寮へ変更したことを総務省へ届け出ているが、あくまで形式的な措置のためここでは事実を記すに止める。 民主党を離党指導党に移籍した議員のうち、同党岩手県連所属の菊池町右衛門、衆議院議員と佐々木淳一、岩手県議の二人が民主党岩手県連が管理していた資金を民主党に無断で、各のの資金管理団体に移していたことが発覚。民主党岩手県連は2012年10月11日に、この2名の議員を相手取る形で、 約4950万円の損害賠償の支払いを求め、森岡地方裁判所に提訴し、現在係争中である。ありがとうございます。